サイズや。まあまあサイズじゃないか。ナイスサイズや。よいしょ、ほら。行ったら行こうか。行けるか。せーの。よいしょ。よいしょ。ええサイズや。だいたいそこから15回目か20回目ぐらいでしょうかね。キビキビしたジャカマキテからストップした時に引っかくってきましたね。でやっぱり中層から結構あともう力だけ魚の魚体だけで浮かす時も見ての通り、フルソリッドカーボンのレイピア、こちらの方もですね結構リフト力もしっかりありました。これで今日で4フォースでやったんですけど、やっぱりしっかり浮かす力を持ってましたね。だからやっぱりそう、結構フルソリッドカーボンってこう腰が抜けてるようなイメージが思いがちと思いますけど、やっぱり背筋がシャキッとしてましたんで、メリハリの効いたジャークもフルソリッドでもしっかりできる竿です。その分 6.3 フィートより短い分ですね、上げの釣りに対してはやっぱり復元力も早いんで、ジグを次の動作に持っていくまでにもすごくタイミング取りやすいんで、このレイピアの511っていうシリーズもですね、フォールを効かす釣りよりかは上げる釣りメインで考えた時にはすごく有効な武器の一つになると思います。また一度どっかでご購入してみて試してみてください。いい釣果が出てます前回からね。そんな感じです。